アッシュレディオ。さあ、ということで始まりました。アシナユウスケが MC を務め、リスナーからの質問で番組が進行する SNS ラジオということですが、当初はですね、一人で始めようと思ったんですが、ちょっと一人だと寂しいってこともあって、僕が、昔会った友達と、まあ、友達というか後輩というか仲間というか、そんな彼に今回は、ゲストで来ていただけました。大春です。大春です。自己紹介をお願いします。僕はハリウッド俳優になりたくてロサンゼルスに一人で行ったんですけど、その時に芦名さんに出会って、お金の大切さと自分の弱点を磨いてもらって、今投資家ではなくて起業家になりたくて芦名さんの元には勉強してます。はい、ありがとうございます、まあ、彼は起業家になりたいっていう風な話をしてるんですけど、ちょっと起業とか投資とかほぼ何もわからない状態で口走ってる状態なんで、すごくリスナーの皆さんにとっては逆に彼が勉強やっていいかなと思って今回お連れさせていただきました、はい、ということで、今回この番組はですね、リスナーの皆さんからの質問で番組が進行するって、そんな形を取らせてもらってるので、早速質問に行きたいと思います。まずはですね、一番最初に質問をしていただいた現役銀行員アット仮想通貨さん、ピカチュウのアイコンが可愛いですね、プルデンシャルに入りたいのですがどうすればいいですか。またプルデンシャル生命は世間的に見て就職偏差値は高いですか、ということですけれども、まあ、プルデンシャルに入るのは、まあ、営業職であればスカウトされて入るしかないんですが、まあ、おそらくこの就職偏差値ってのはまあ造語だと思うんですけど、就職難易度みたいな話ですよね。それは高いか低いかって言ったら、まあ、普通の企業よりは、まあ、人口が少ないんで高いとは言えるんじゃないでしょうか。まあ、プルデンシャルに入りたいんであれば、スカウトしたり、スカウトの方がたくさんいると思うんで、ぜひ声をかけられてみてください。どんどん行こうと思います。結構質問が多いんで、ジンさん、プログラマーなど会社にわざわざ行かなくてもいい在宅で仕事ができる職業に関しては行かなくていいと思ってます。むしろ毎日の満員電車や上司との無駄な飲み会などネガティブを排除できると思います。アシナさんは在宅ワークについてどうお考えでしょうか。在宅ワークって意味わかります？はい、わかります。家で働くってことですか？そう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 、その通りです。要は家で働けるんだったら会社に行かなくてもいいんじゃないかっていう話なんですけど、大使はどう思う？それ楽でいいと思うっていうのは、まあううん、なんかいちいち人の機嫌も取らなくていいし人の顔も見なくていいし、うん、それでお金がもらえて、うん、自分の能力発揮できるんだったら、うん、いいと思います。まさにその通りですね。まあ、会社に来なくても仕事ができるんだったら仕事を家で勝手にしてくれればいいんじゃないかなっていうただ一方で確か IBM かどっかの会社がなんか在宅ワーク禁止みたいな、なんかどっかの会社がしてたような気がしますけど、まあ、一番在宅ワークで問題になるのはコミュニケーションですよね。結局仕事は人と人の仕事になってくるケースが多いんで、そのコミュニケーションが一緒にいないことで遅れるとか、一緒にいないことで本来もっと踏み込んで話し合わなくちゃいけないことが、話し合うのがめんどくさくなっちゃうとか、電話するのめんどくさいしみたいなこともあるんで、だってスポーツやってても一番手っ取り早いのは下宿じゃない。そうですね。下宿して何がいいかっていう論理的な話じゃなくて、一緒にいたらその分コミュニケーションも取るし、相手のことが知れるし、じゃあもっとこうしようっていう議論になるんで、まあそこは働く人たちっていうことよりも、まあ、経営者がどっちを選ぶかっていうチョイスだと思います。さあ続きまして、読書星人さんからすごくたくさん質問が来てるんですけど、まあ一つ一つ時間が許す範囲でお話しできればと思いますけれども、全て才能で決まりますか。まあ、全て才能で決まるって思ってる人と、全て才能で決まるわけじゃないって思ってる人がいると思うんですけど、僕は全て才能で決まるとは思っていない方なんで、だから努力をしようって思うっていう感じですかね。
全て才能で決まるって思ってたら努力なんかしても意味がないんで、じゃあ別に努力なんかしなくてもいいですし、まあそれは人によって決めていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。また読書精神さんから来てますけども、悪い頭は良くならないし、遅い足は速くならないのですか、まあ、僕は努力したら治ると思ってます。お金儲けって簡単ですか。お金儲けは、まあ、簡単っていうことの何ですかね、寝ててお金が入ってくるっていう簡単ではないと思うんですけど、どう思いますか、起業家を目指す大臣くん。いや、お金儲けっていうのはすごい、今の僕はお金を稼いだことがないから、うん、すごく難しい感じます、うん、だけどお金を稼いでる人は、うん、お金を稼ぐのすごく簡単にやってるなって、うん、多分お金が入ってくるのがもう慣れている、知っているからお金の余裕が全然違います。はいはいはい。貧乏な人ほどいっぱい働いてっていうイメージが強いです、うんうんうん、まあそうですね、まあ、お金儲けっていうか、そのお金にはある程度 そのルールがあると思うんですよ。例えば人を喜ばせて、人が喜んで、喜んだ後にじゃあ1000円ですって言ったら喜んで1000円を払ってくれる、そしたら1000円儲かるじゃないですか、はい、でまあある程度 その人を喜ばせるルールみたいなのがあると思うんで、そのルールを知っていたら多分それが簡単だと思うんですよ。ルール、例えば、バスケットボールっていうルールがあるじゃないですか、はい、であれはあのカゴ、ネット、はいはいはい、まさにあのバスケットの中にボールを入れたら何点、はい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 、2点、2点、2点か1点か2点か入るわけじゃないですか、はい、でルールを知ってれば、あ、じゃあこのボールをあそこに入れればいいんでしょ、でそのボールを入れるのってそんなに難しくないじゃないですか、はいはいはい、どんなにバスケットボール下手な人でも多分 2,3 回掘りホイホイって投げてれば多分入るんですよ、はい、これがルールが分かってる人のやり方です、はい、でもしルールが分かんなかったら、そのボールを持ってなんか観客席に座ってたりとか、なるほど、むしろ体育館を出てしまったりとか、ルールが分からないとどん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 難しくなってくるんですよ。ああ。だからどうやってお金を稼げるのか、そのビジネスのルールは何なのか、野球のルールは何で、バスケットボールのルールは何で、アメリカンフットボールのルールは何なのかっていう、そのルールを学ぶだけで、まあ、成功確率というか、それはすごく上がるんじゃないかなと思います。また読書聖人さんから質問がありますけど、天からの啓示を受けたことがありますか。ないですね。続きまして、スクールカーストの上位の人は社会でもそのまま上位の人が多いですか。これもまた読書聖人さんなんですけど、スクールカーストって何ですか。多分彼が言ってるのはおそらくその学校のクラス内でのヒエラルキーみたいな、つまりあいつクラス内であいつがイケてる、クラス内であいつはしょぼい、あ、なるほど、陰キャラだみたいな、それって社会に出てもそのままそうなるんですかっていう、うん、これは明確に違いますね。そうですね。ああ、なんかわかるんですか、それは。いや、僕は陰キャラって言ったじゃないですか、はいはい、そういう人たちの方が意外と才能を持ってるなって思うわけですよ、はいはい、すごい、なんて言うんだろうな、そういう黙ってる人の方、黙ってるっていうか、なんだろう、口数少なくてみんなにバカにされてるような人ほど実はなんか面白い発想とか持ってたり、話してみると、うん、えっみたいな、だからそういう人たちと僕は話すようにしてました。まあ、僕あんま友達ないんですけど。まあそうですね。まあ今このスタジオに来てもらってる大臣はすごく友達が多くないですよね。そうですね。なんかこう、僕は友達が多い方ではあると思うんですけど、その友達の数でと結構真逆で、彼はですね、思ったことを言ってしまって相手を傷つけることがすごく多いんですね。いや、それおかしいじゃないですか、みたいな、僕はこう思いますよ、何言ってるんですか、アホなこと言わないでくださいよとか。まあ彼は悪気がないんで、僕はそういうとこすごく好きなんですけど、まあちょっとあの質問に戻りますけど、はい、まあクラスでイケてるからといって社会でイケてるわけではないですし、クラスでイケてないからといって社会でもイケてないっていうわけではないと思います。要は自分が持ってる、まあ、財産、例えば人を楽しませる力だったりとか、人を喜ばせる仕組みを作る力だったりとか、まあ、そういうのを社会に出していけば、それによって、まあ、序列が変わるんじゃないかなっていうことですね、うん、
ただその社会、まあ、学校がちょっとどちらかというとおかしいと思うんだけど、はい、学校ってもうクラスを決められてるじゃない、はい、でも社会ってクラスが決められることなんかまずなくて、はいはい、自分が属したいコミュニティに行けばいいだけの話じゃない、はい、だからなんて言うんだろうな、社会に学校みたいなものはなくて、社会は全部部活みたいな感じ、うん、なるほど。なんかアメフトをやりたいんだったらアメフトをやりたい人が集まればいいだけの話だし、はい、なんかバドミントンやりたいんだったらやりたい人が集まればいいだけの話だし、なんかパソコンやりたいんだったらパソコンやりたい人が集まればいいだけの話なんで、でもクラスってそういう人たちを全部一緒にして一緒くたんにしちゃうじゃないですか、はいはいはい、でその人たちです、体育祭をやればそれは野球部が強いだろうし、うん、それは力勝負したらそれはアメフトラグビー部強いだろうし、まあ、その学校のその一気にまとめちゃうみたいな制度はなんか僕はちょっと教育とか成長を歪ませてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、確かに。あとまた読書星人さん日本の教育の問題点はまあいろいろありますけど、これその問題点ってすごく難しいんですけど、問題点って何を目的にするかですごく変わってくるんですよ、うん、例えば、プロバスケットボール選手、またバスケットボールの例ですけど、プロバスケットボール選手になりたいって言ってる人が身長が160センチだったらそれは問題点になるじゃないですかそうですね、ですよね、はい、僕160センチしかないですけど、ですよね、はい、だからそのでもなんだろう、デスクワークパソコンの仕事をする、それ身長が160センチ問題点じゃないじゃないですか、はい、つまりその問題点って何を目的にするかで大きく変わってくるんで、うん、今回のこの質問の日本の教育の問題点はっていう、日本をどうしたいかに寄ってくるんですけど、でも日本をもっと例えばなんですかね、こういう風な世界にしたいっていう人もいれば、いやこういう世界にしたいんですっていろんなその人々の思想があるじゃないですか、はい、だから一口に問題点も一口に言えないっていう、うん、っていうことですね。なんであんまり僕は日本の教育の問題点っていうのはあんまり感じてないですね。それよりも日本の教育の特徴みたいなことで言うと、まあ言うことを聞かせるっていうのが、まあ日本の教育の特徴ですよね。それが問題点かどうか組織によって違うんで、あと決めつけてきますよ、お前は可能性がないみたいな。そうですね、うん、それがまあ日本の特徴ですね。言うことを聞かせやすい人を育てるっていうのはすごくあると思います、うん、他に何かあると思う？あと就職するためにみんな学校に行ってるような感覚がすごく思いますね、うん、僕はそうではないと思っていて、うん、ずっと。確かに大学っていうのがもう大学、まあ、例えば大企業だったら大学行ってないと就職できないじゃない、はい、でみんな大学に行きたいかっていうと別に行きたいわけじゃないじゃん、はい、じゃあなんで大学に行くかっていうと大企業に就職したいからじゃん。そう考えたら大企業に行きたいためだけに4年間と400万を払うってすごいでかい、もう車の教習所どころの騒ぎじゃないでかい資格じゃない。そうですね、時間の無駄っすね。僕はそれはすごく思いますけどねいや僕就職活動したことないのに、うん、ないんですけど、うん、そうですね、もしも自分の目的が本当に違うんだったらっていうのを、就職したいとかこの企業に入りたいとか、うん、本当に思ってないんだったら、うん、なんか一回別にレール出てもいいのかなって、うんうん、まあただそれはちょっと怖いっちゃ怖いですけどね。そうですね、怖いですね。なんか僕それ言えないですけどしろとかって、まあ、大企業に行かなくてもいい、ただまあ受験は僕はすごくいいと思うんですけどね。まあなんでかっていうと、まあ僕も受験はしたんですけど、なんか自分が、僕は勉強得意じゃなかったし嫌いだったんですけど。え、そうなんですか。はい、でもまあ予備校に通ってめっちゃ勉強して、そしたら自分ができないことがいやいやでも、めちゃくちゃいやいやでもいいから、もう強制的に勉強させられてて、でもそれをやったら意外と
偏差値が全国模試で僕2位まで行ったんですよ。すごいですね、うん、それで今思い出したんですけど、芦田さんが僕に前言ってくれた言葉でずっと心に残ってる言葉があって、うん、受験受かるやつと受かんないやつの差はサボってるかどうかだみたいな、うん、サボってるってみんな絶対勉強してるじゃないですか、うん、そのサボってるって何なんですか。みんな同じように絶対勉強してて、うん、そんな変わらないと僕は思ってる。僕受験した頃ないから分かんないんですけど、うん、で自分が受験勉強しててこいつサボってるなっていう、そのサボるっていうのは何なんだっていうのは、それしかやってないってことなんだ。まあ、サボってるとは勉強全くしないっていうのはサボってるんじゃなくて、勉強をめちゃくちゃするとしてない人が分かるじゃん。例えば僕は勉強したって言ったら、はい、僕は1日15時間勉強したら勉強したっていう、うん、でもみんな1日3時間ぐらい勉強したら勉強したっていう、それは15時間の僕からしたら3時間しか勉強してない人はまあサボってないんだけど、僕よりはサボってるっていう相対的な話になるんで、もちろん3時間でもう全てがうまくできる人もいるし、それはもう僕はもう天才枠だと思ってるんですよ。なるほど、そうですね。受験も天才枠ってのがあって、就活も天才枠があって、社会でも天才枠ってのがあって、要は努力しなくてもできる人って本当にたまにいるんで、本当にいるんですよ。見たことあります？ある。誰ですか？中学校の予備校の時ものそういうやつもそうだし、もうなんでそんなに頭いいのっていう。そっか、そっか。でもそれは本当にごく一部だから、僕は別に天才枠と戦うわけじゃなくて、努力枠の中で勝てば絶対勝てるっていう。なるほど、うん、じゃあ勉強しましょうって言った時に、1日15時間勉強できるやつ絶対いないから、そこで勝ったわけですね。 そしたら、あ、15時間勉強すれば勝てるじゃんって言ったら、15時間勉強すればいいわけだしじゃあアメフトも全部そういう感じですか？同じですか？理論はみんなやってない時に。そう、スポーツの場合はちょっとまた難しくて、勉強はし続けてればいいけど、練習、スポーツってし続けることはできないから、体力の限界もあるし、休む時間も必要だし、だから一番大事なのは思考ですよね。頭の中でどんだけシミュレーションができるか、頭の中で何回練習できるか。うーん、僕それ仕事もかなりそうだと思ってて、なんか僕はアメフトやったら24時間アメフトのことを考えてるし、仕事やったら24時間仕事のことを考えてるんで、だから普通の人が8時間仕事をするとかってことじゃなくて、もう寝てる間も考えてるし、それはこっちの方が成長しますよね。なるほど、全然楽してないですね。え、全然楽して稼いでないです。どういうことですか？いや、すっごい頑張ってるなと思って、すごいなと思って。まあでもそれが好きな人と好きじゃない人がいるから、あ、なんだろう、そっか。やっぱり僕が好きなのは、え、ってことはこうしたらこうなるんじゃないかっていう、え、もっとこうやったら、例えばなんだろうな、飲み会の反省もそうだかもしれないけど、え、あの時もっとこのタイミングでこれを言ってたら、目の前にいる男の子女の子笑ってたんじゃないかなとか、じゃあこうしようって、その自分の中の反省からの仮説実証をすごくやりたい感じ。へー、それ普段もずっとやってますね、今も。そう、だから今の話で言うと、練習は自分の仮説を実証する場で、実験する場で、で練習以外はずっと仮説を立て続けて戦略を立て続ける場所。戦略です、ね、そう。だから何の気なしに毎日練習に来て、はい練習に来ました、はい練習に来ました、はい練習に来ました。でもちろんちょっとずつは進歩するけど、その進歩は決して爆発的じゃないし短期的ではないって。なるほど、なんか僕っすねそれどういうこと？いや、なんか自分だなと思いました。自分全然、毎日芦田さんと会って毎日お話ししてるけど、それ以外の部分、なんだろう、ずっとそのことだけを考えるみたいなことはできてなかったような気がして反省しました。まあそれは反省って、もう好き嫌いなんで仮説を立てるのが好きかどうか、あれこれ考えるのが好きかどうかで、もしそれが好きじゃないんだったら、好きじゃないなりに人に任せるのか、
なんか違う方法で何か行くのか、それなんかまた自分に合う見つけ方を探したらいいんじゃないかなっていう。そうですね、考え事好きっすよ。あ、本当に。さて、まだ読書成人さんがいますけども、児童虐待を防ぐ方法は、なかなか難しい深いテーマですね。まあ、児童虐待、まあ要は暴力ですよね。子供に対する暴力。僕なんとなく分かったんですけど。何ですか？お金だと思います。ほう。はっきり言ってお金があればストレスならないし、うんうん、なんかそんな弱いものをいじめるようなことしない。うん、そこに目が向かないと思います。うんうん、でもきっとお金がないからイライラしたりとか、うん、小さいものに目が行く。小さいものって言ったらおかしいですけど、あ、もうイライラしてぶつけるものがないから自分より弱いものに行っちゃったりするんだと思います、うん、でもお金があったら余裕もあるし、うん、なんかストレス溜まるんだったら多分その子供をどっか預けたりとかもできるし、うん、なんかヘルパーさんとかなんなり対処取れるけど、まあ、全部お金から来てると思う、うん、まあそうですね。お金ってのはすごく大事な要素の一つだと思います。やっぱりその収入で人格って間違いなく変わってくるんで、お金を持ってる人はすごくおおらかだし、お金を持ってるっていうのは何て言うんですかね、お金に不安のない人はすごくおおらかだし、お金に不安がある人ってやっぱりどうしてもストレスが溜まってくる。なぜなら生活が逼迫してくるんで。なるほど。でただまあそのお金の話以前に、はい、人間っていうのがそもそもものすごくクズな動物なんですよ。え、そうなんですか。そう。じゃあそれ興味深い。人間って要は黙ってたら戦争するんですよ。へえ。教育しなかったら戦争、要は殺すってことですか。人間のその本能の中に組み込まれて、もう DNA に組み込まれてるのが人の噂話で村を形成するっていう。へえ。あの人こうこうらしいよ、あの人こうらしいよ、あの人こうらしいよって言って仲間を作るっていうのが人間の DNA に組み込まれてるんですよ。うん、性格が悪いとかじゃないってことですね。性格が悪いっていうか、もう人間は学ばないと必ずそうなるっていう。だから悪口を言わないようにしようって学んでるから言わないようになるっていう。でもそれをもし学ばなかったら絶対に言ってしまうっていう。なるほど。だから例えばちょっと想像してほしいんだけど、自分があんまり慣れないコミュニティ、はい、自分が人見知りだったとして、慣れないコミュニティでみんながこういて、そこに自分がどう溶け込もうかなと思うんですけど、なかなか溶け込めない。はいはいはい、はい、その時に自分からなかなかこんな僕昨日いいことしたんだよね、じゃあなかなか溶け込めないじゃん。はい。でも隣の人がいや、あの上司すげえうざいんだけど、てかマジあいつのこと殺したいんだよねって言ってて、もし自分もそう思ってたとしたら、え、僕もなんですよ、すぐ溶け込めやすくない。なるほどなるほど。っていう風にして、人は人の悪口とか噂話をすることでその組織を作ってきた動物なんですよ、そもそも。だし人は学ばないと欲だけで生きるんで、で自分がもっと評価されたいとか、自分をの何だろう、強さをもっと知らしめたいっていうことで人を殴ったりとか、でもっと言えば人を殺して自分の強さをアピールしたりとかっていうのが、あのそういうことを全く学ばなかった時代の戦争の人たちじゃないですか。なるほど。だから児童虐待っていうのはある意味本能なんで、その自分のストレスを発散したいとか、発散する方法を学ばなかったらそういう風になってしまうし、人間の良さっていうのを学ばなかったらそうなってしまうっていう。学べばいい話ですね。そうですそうです。だから学ばなかったら人は平気で人のものを盗むし、で日本は世界で一番それを学んでる国ではあると思うんですよ。うん、確かにそうですね。人のものを取っちゃダメですよとか、あの並ばないとダメですよとか、アメリカ行った時のそのアメリカ人とか平気でなんか約束守らないとか。そうですね。で逆に日本のルールを知ってるから、うん、そこがまたいいのかなって僕は感じてましたよ、アメリカで。どういう意味？その横入りされたりとか、なんかされるとムカつくこともあるけれど、うん、彼女らってもう堂々とそれをしてくるわけですよ、うん、なんか僕はそれを見て、あ、素晴らしいなって思ってていうのはなんか、すごい自分に自信って言ったらおかしいですけど、うん、なんか
他の人にどう思われても私は私っていうのが強くあったっていうのが見えたから、うんうん、あ僕もしっかりこいつらに負けないぐらい日本人としてあるべきだなっていうのを感じてましたよ、うん、なるほど。そう、ね、大前提としてもちろんマナーは大切なんですけど、まあ日本のその教育、まあ読書星人さんから、まあ、先ほど教育って話があったんですけど、日本の教育の特徴はやっぱり言うことを聞かせるために何を作ったかっていうと恥っていう文化を作ったっていうのがやっぱすごくものすごい、なんだろうな、特徴的なところで、要はアメリカに行って多分感じたと思うけど、こうしましょう、 あなたこうしなさいよって注意したら、なんでだよって必ず言われるじゃん、はい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 、必ず Why って言って、僕は必ずその自分が要求することの理由を求められるっていう。でその時にやっぱ日本の文化のまま言っちゃうと、え常識だからでしか答えられなくて、はいはい、でもその常識ってやっぱ世界に行くとその常識じゃないから。そうですね、全くなんてチンケな国なのと思う。そうだからその時に日本がどうやって日本の国民を操っていたかっていうと、それなんでかっていうと恥だからっていう、その恥っていう文化を作ったわけですよ、はいはい、え並ばなかったらそれ恥ずかしいよ、泣き叫んでる人は恥ずかしい、人前で手をつないでチューチューする人は恥ずかしい、うん、って言って日本は恥っていう文化をやっぱ植え付けることができたから、まあ、みんなに言うことを聞かせることができたんじゃないですか。なるほど。僕これ練習してました。なんか鏡とか日本でトイレ入った時とかって、うん、髪型触ってみるじゃない、うん、とかなんだろう、自分の普段家ではできない動き、それをわざとトイレ入った時にこれ自分の家だと思って誰に見られてても同じ動きを絶対するって、どんなところでも自分の家だと思ってやるみたいな。いやでも一緒にジム行った時にここはあなたの家じゃないって言われてまあいいっす。はい、ありがとうございます。まだ読書戦時ですね。友達って必要ですか。芦田さんが今まで人生で一番の勝負に出たことは何ですか。ギャンブル依存症がなぜ後を絶たないんですか。人の嘘を見抜く方法は何ですか。大企業の魅力はここまでですかね。読書星人さんは結構長くありましたけどまだありそうですね。まあちょっとクイックに行ってみようと思いますけども、まあ友達はいた方がいいんじゃないですかね。うん、なんかこうまあ友達と仲間が違うって話はよくするんですけど、まあ仲間ってのは同じ 志がある人たちが仲間で、友達ってのはまあ長い時間一緒に過ごしたりとか、まあ何の気なしにお金を、あお金じゃないお酒を飲んだりとかまあ友達が必要ないっていう人もいるとは思いますけど、まあいてもいいんじゃないですかね。そうですね、はい、それはまあご自身で決めていただければ、はい、いいんじゃないかなっていうふうに思います。ただまあ友達より仲間を探した方が人生は楽しくなると思いますけど、ね、友達と仲間の違いは何ですか。今言った通りで、はい、友達っていうのは要は時間を一緒に過ごしてるとか、はい、クラスが一緒だったとか友達じゃないですか、はい、ただその仲間っていうのは志が一緒だっていう、志要は仕事の仕事仲間と何が違う。例えば仕事仲間っていうのは仲間のようで僕は友達だと思ってて、はい、要はただ一緒に仕事をしてるからその場に一緒にいるだけじゃないですか、はい、でも仲間ってのはいや俺はもっと大きな仕事がしたくて俺はこんなことがしたいんだ、だからごめんお前らと飲むのをやめて俺はトレーニングジムに行く。でその時にいやいやお前何意識高いこと言ってんだよ、これは友達です、はいはい、だから友達とは一緒に飲んでればいいって、ただ波風立てずに。でも仲間ってのはジムにいていや俺もあの友達に仕事の友達に同僚になんか飲みに行こうぜって言われてなんかふざけんなお前なんか白状のやつだなとか言われたけど俺は自分の人生をもっと良くしたからトレーニングジムに来たんだ、これは仲間ですよね。なるほど。でなんか自分人それぞれ思想って違うし、はい、好みも違うし、はい、合うものも違うんで、だから自分が好きだって思う人だったりとか自分が意見が共感できる人とかっていう人たちと一緒にいればいいんじゃないかなっていうふうに思います、はい、それが仲間なんじゃないか。
芦田さんが今までの人生で一番の勝負に出たことは何ですか。何ですかね。あんまり勝負に出てるっていうつもりがないですけど、まあ勝負に出たこと、今朝ちょっとジムに行くっていう約束をしてたんですけど、まあちょうど大臣と約束をしてて、まあ10時集合で、まあ僕は家を9時半ぐらいに出なくちゃいけなかったんですけど、あと1分ぐらい寝れるかなみたいな。ふざけんなよって思っちゃいました。そういう勝負はしてますけどね。なるほど、はい、僕もそれしました。そういうのあるでしょ、はい、勝負ってなんか僕はそういう感覚、なんかギャンブル的な、はい、うん、でもなんか仕事は別に勝負だっていう感じっていうよりも、まあ気合を入れて、なんか別に毎日なんで、なんかあんまりそういう感覚はないですけど、次にまたそのまさにギャンブルって、なぜギャンブルをやると損をするのにギャンブル依存の人が後を絶たないんですか。あー、これは面白いですね。まあ理由は2つあって、1つは興奮するからっていう、ドキドキして脈が上がると人は幸せを感じるっていうことですよね。で、あともう1個はお金が儲かるかもしれないからっていう、かもしれない、人って儲かるかもしれないにすごく弱いんですよね。そういうのやったことありますか。どういう意味ですか。ギャンブルやったことありますかもしれない。ギャンブルは僕はやらない、ほぼやらないね。ラスベガスのカジノでブラックジャック、マカオのカジノで、まあそのなんかちょっと雰囲気を遊ぶってこと。そう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 、それで儲けようとは別に全然しないっていうか、うん、人の嘘を見抜く方法を教えてください。読書星人さん、まあ明確に見えですよね。あ、なるほど、そういうことか。うん、嘘、うん、見えっぱりの人って嘘つきなんで、もう要は自分の等身大を隠してるから見えなわけじゃないですか。はいはいはい。だから例えばなんだろう、つい大きなことを言ってしまう人とか、つい自分を大きく見せようとしてしまう人とか、もうその人はもうそもそも嘘つき体質なんで気をつけた方がいいですね。はい、だから僕はちょっと付き合わないですね。服装とか、そう、服装とかもなんか一番僕が気をつけてるのは、なんだろうな、前髪が隠れてる人とかあとなんか縁の太いメガネをつけてる人とか、そういうの あるんですか本当に。あとはブランド物をすごい身につけてる人とか、はいはいはい、要はそれってなんかこうどんどん自分の素顔をこう塗ってる、はいはいはい、自分無意識にそれをしてしまってる人じゃないですか。なるほど、勉強になる。僕はまあそういう人たちが全員嘘つきだってことではなくて、僕はそういう人たちに会うとすごく気をつけてます。なるほど。大企業の魅力はありますか。またもう読書星人さんですけど、大企業の魅力はありますよね。大企業っていういいじゃないですかね。大企業、みんな結局大企業に憧れてるわけじゃないですか。絶対入りたくない。いやだよ。まあだからそこがやっぱり一番大きいんじゃないですかね。要は例えば大企業よりもお金が稼げる企業なんかいくらでもあるんですけど、まあ、特に東京はそういう傾向にあると思うんですけど、大阪はむしろ逆ですね。僕のイメージは東京は大企業って言われるブランド企業に行った方が給料が高い会社に行くよりことよりも優先する気がしてますね。なんかステータスが好きな人が多いんじゃないですかね。うーん、大企業、まあ、あとは給料が40年間ずっともらえて年金ももらえる可能性が高い、うん、っていうことじゃないですかね。こちらシュウさん、はじめまして、開局おめでとうございます。25歳新卒3年目になる営業社員ですが、いまいち積極的になりません、なれません。転職も考え内定までもらったのですが、成果が出ないまま辞めるのももったいないと感じ残りました。一生懸命続ける場合と転職すべきの判断はどこかでできるものなのでしょうか。一言で言うと自信ですね。
自信がないなら今のままでもいいんじゃないでしょうか。ただその自信を持って勇気を持って何か状況を打開しないことには打開されないんで。なるほど。そっか。だから結局あの営業社員ですがなかなか積極的になれませんっていうのも、積極的になるかどうかはもう勇気だけの問題なんで、よし積極的になるぞって言えばなれるし、積極的まあならなくてもいいかなっていうのが今回の転職するかどうかっていう決断にも反映したんじゃないですかね。ぜひ勇気を持っていただければと思います。ジンさんからの質問で、ビジネスをして稼げる人と稼げない人の違いは何だと思いますか。明確に行動力ですね。実行力。結局なんていうんですかね、みんなうまいビジネスアイデアを探してるわけじゃないですか、はい、さっき あの冒頭のバスケットボールのルールの話で言うと、はい、ビジネス、いいビジネスアイデアが見つかったぞって、これはバスケットボールのルールを知ったってことなんですよ、はい、でその中でスリーポイントシュートがどれぐらい入るのかって、スリーポイントシュートをどれぐらい練習するかに結局よるじゃないですか、はい、だからスリーポイントルールの、バスケを知ったで満足するんじゃなくて、それを本当にスリーポイントシュートの練習を本当にやっちゃうって、その実行力のある人が結局うまくいくんじゃないですかね。なるほど、うん、例えばプルデンシャル生命とかも、生命保険外交員、まあ営業マンが成功する確率でいうとものすごく低いと思うんですけど、やっぱり猛烈に営業する人は儲かるし、でそれをやった、このプルデンシャルに来たら儲かるのかなと思ってるだけの人は絶対儲からないんで、爆発とか。そうですね。例えばゴルフの例で言うと石川遼君とかがすごく流行ったじゃないですか、はい、で世の中のママとかパパとかが、はい、うちの子にもゴルフやらせようって言って、それで多分儲かると思ったんじゃないですかね。でも猛烈に練習しないとそれは儲からないんで、甘いってことですね、はい、っていう感じですね。読書聖人さん、また来ましたね。読書聖人さん、ある作家さんの話で本当に嫌な人は休止していると言われびっくりしました。私の周囲で休止された人は本当にいい人で、周りから慕われた人でしたが、芦名さんの考えを教えていただけますでしょうか。ちょっとこれどういう意味ですかね。ある作家さんの話で本当に嫌な人は休止していると言われ、ある作家さんに言われたんですかね。あなたが大嫌いな人はもう死んでますよって言われたんですかね。で私の周りで死んだ人はいい人で、周りから慕われていましたが、まあなんか変な占い師に当たったんじゃないですかね。ちょっと分かりませんでした。またも読書聖人さん、ありがとうございます。私はアルバイトスタッフの管理をしています。アルバイトスタッフのスキルを上げる方法はありますか。シフトに全然入ってくれません。慢性的な人手不足です。これはまあアルバイトスタッフの問題というお店の責任ですね。要は人が集まるようなお店にするっていうのが、まあお店の運営もしくは経営者の責任だと思うので、でアルバイトスタッフのスキルを上げる方法は、まあ、トレーニングをするしかないですね、うん、シフトに全然入ってくれないのは、まあもっと給料を上げることを含め、アルバイトの人たちを楽しませたらいいんじゃないでしょうか。昔から、読書聖人さん、昔から私は人に嫌われます。無意識の発言で顰蹙を買うので致命的です。人から好かれるためには何をすればいいでしょうか。でも分かってるんじゃないですか。はいはいはい。なんか好かれ、なんだろう、余計なこと言うから嫌われるって分かってるんだったら言わなければいいし、うん、もし好かれたいのであれば、うん、本当に好かれたくないって決めちゃえばいいんだと思う、うん、なんか嫌われるのか自分のままでいるのか決めて、まあ人は基本的に、なんだろう、わがままだし傲慢なんで、はい、でもそれが可愛いってこともあるじゃないですか、人の、うん、だからなんかそれをもうさらけ出せばいいんじゃないですかね。多分読書聖人さんは、いや私人から嫌われるんです
ていうのを多分出せてないんじゃないですかね。人から好かれるために何かしようっていうするとまた自分の等身大をこう隠すことになるじゃないですか。だから無理して好かれようとするんじゃなくて、いや僕すごい人から嫌われるんだよねって言ったら多分すごい愛されると思うんですよね。もし無意識でなんかすげえ嫌みったらしいこと言ったらごめんねみたいな、それぐらいなんかあっけらかんとしたらいいんじゃないですか。あっけらかんですか。読書聖人さんすごく多いですね。日本の政治の問題点、独立されたきっかけ、過去にモヤモヤしたこと、頭の回転を速くするためにはオーラは、年収はっていう話なんですけど、ちょっとここはまた後でお話ししてみようと思います。 TM さん、アシダさん、アメフトはもうされないんですか。今のプレフィジカルでプレイされてるのを見てみたいです。実はですね、アメリカンフットボールをやろうと思ってまして、今フィジカルをアメフト用に戻してるところです。ちょっとまだ具体的にどういう風にするかってまだお話できないんですが、アメフトは今シーズンやろうと思ってます。よろしくお願いします。トレインさん、こちらは、去年、就職がしたくない時に芦田さんの福岡セミナーに行って、就職をしたくないんですがどうしたらいいですかと尋ねました。芦田さんはやりたいことをやってください、そして自分で決めてくださいとおっしゃられてました。僕はやりたいことをやっていましたが勇気がなくて就活をしました。やりたいことはソフトテニスでした。結局内定を辞退して、今年また就活をするか迷っている状態です。どうやってこれからの進路を決めていけばよいのでしょうか。やりたいことをやりまくるしかないのでしょうか。芦田さんの決断の仕方も知りたいです。まあ、やりたくないことをやらないってのはすごくいいことだと思います。だし、やりたいことをやるってのもすごくいいと思います。ただ、生活費を稼ぐってのは一番大事なんで、なぜなら生活費を稼げないと死ぬからっていう。もし例えば変な話、親御さんが家賃を出してくれる、親御さんが生活費を出してくれる、食べるものも寝る場所も着るものも全部親御さんが出してくれるんだったら、まあ別にやりたいようにやってればいいんじゃないですかね。はい。芦田さんは、若頭さんですね。芦田さんは素晴らしい体をしてますが、ジムのトレーナーとかやらないんですか。ジムのトレーナーをやるつもりはないんですが、ジムを開く予定です。今ちょうどここにいる大臣と、ジムを開いて、まあ、彼はトレーナーとしてエーストレーナーとして頑張ってくれるですけども、まあ、ちょっと今日も、大臣と朝ジムに行ってきて、やっぱりなんていうんですかね、ジムに行けば行くほど思うんですけども、体って半端なくでかくなるんですよ。でもやっぱりジムのトレーニングしてる人のトレーニングの仕方を見ると、うわーもっとこうやったら半端なくでかくなるのになってすごく思うんで、なんかそういうのをぜひ正しい方法とかを教えてあげたいなっていう。そうじゃないとやっぱりこう頑張ってるその努力のエネルギー量と体の変化が伴わないとちょっと筋トレも嫌になってくるじゃないですか。はいはいはい。こんなに頑張ってるのに変わらないみたいな。はい。でも実は半端なく変わるんで。そうですね。なんかそういうのちょっとぜひ実感してほしいなっていうのはシンプルに思います。若頭さんもう一個ですね。若頭さん面白いですね。現在29歳です。アシナと働いてみたいです。ありがとうございます。ぜひ、何かできることがあればご一緒できればと思います。一緒に働くのは僕はすごく歓迎してます。その方が楽しいし、なんかお互いのためになれば。ただなんか僕は人を採用して社員にするつもりがないんで、なぜなら僕はちょっと大企業の考え方とは違って、仕事をしてない人にお金を払うっていうのはすごく反対なんですね。なんで仕事をしてない人にお金を払ってで会社の文句を言われなくちゃいけないんだよっていう気持ちがあるんで、なんかそれがちょっと日本の人って勘違いしてる人が多いのかなと思うんですけど、会社から給料もらうじゃない、はい、で会社から給料もらって
給料安いじゃねえかって言って会社の文句を言うって、もし自分がね、はい、なんか後輩に20万円とかあげて、はい、結構自分からしたら結構大金じゃない、はいはいはい、20万円あげるって、はいはい、でそのもらった後輩が20万もらった時に、なんだこれ少ねえなって言われたらどう？だったりやめろよと思います。じゃない、はい、そう、なんで僕はなんか人を雇うってことあんまりしたくないんですよ。それもすごくウィンウィンな関係で、僕はこれができますよと、で僕もこれ、僕はこれができますよ、それを交換して、じゃあそれに対してお金を払って、それに対してお金を払ってっていう、なんかそういう社長と部下とかっていう関係ではなくて、ビジネスマン対ビジネスマンっていう、なんかそういういい関係が築ければなっていうふうに思いますね。なるほどなるほど。才能と才能って思いますね。まあそれは会社が任せます。続きまして、就活生かっこ総合商社志望さん、感情を風化させない方法はありますか？過去の悔しいこと、啓発されたことが原動力となり努力できてきました。しかし時間が経ち、その時の感情にが薄れてきてしまいます。その結果現在は怠惰に流されがちです。もし何かあればよろしくお願いします。要はあれですかね、あの時はテンション上がってたのに今はテンション上がらないとか、あの時はすごいきらびやかな思想を持つ、思考を持っていたのに今は持っていないみたいな、うん、ことですかね。まあ感情って必ず下がるもんなんで、必ず下がるもんなんで、例えばなんですかね、映画を見てうわーすごくいい映画だったなと思って涙流して、1週間経っても涙が流れ続けてるみたいな、そんな人絶対いないじゃないですか、はいはいはい、絶対に感情は低下するわけですよ。はい、はい、確かに。そうだから僕が一番大事だと思ってるのは経験をするっていうのが一番大事なんですよ。うん、それで自分がちゃんと自分でコントロールして何回も感情を高めていくことなのか、新しいものを見て何かインスピレーションを受けることなのか、新しいジャンルの人と会って何かこう、ああそういうこともあるんだっていうインスピレーションを受けるとか。なるほど、うん、そっか。だからそれを何だろう、モチベーションを持続させようとしてる考え方がすごいずるいというか、ケチというか、なんか一個のチューインガムをずっと一生しゃぶり続けてやろうみたいな。あ、だったらもうチューインガムを何個も買って何個も買って何個も買ってって、僕はそこに一番お金をかけるのがなんかすごい幸せかなって思いますけどね。ということで、またちょっと読書星人さんの質問に戻っていこうと思いますけども、芦田さんは独立されて年収はプルデンシャル時代よりも上がりましたか？年収プルデンシャルの時の方が高いですね。うん、うーん、僕はちょうど今会社を作って1軒目だったんで、1期目はプルデンシャルの時の方が全然大きかったですね。うーん、で、今期2期目はおそらくプルデンシャルの時よりも倍ぐらい、もうちょっと上がるかな、結構上がると思います。すげえ、はい、でもなんかこういうの見るとみんな稼ぎたいんですね。ああそうっすね、みんな稼ぎたくて大企業に入りたいとか就活してますとか。だからやっぱその、どうぞ。なんで稼ぎたいんですか？稼ぎたいっていうのがちょっとそのお金とか稼ぎっていうことのルーツから話をすると、もともとは社会主義って言ってみんな平等だったんですよ。みんな平等で、みんな平等に仕事をしようよ、でみんな平等にご飯あげるからっていう、はいはい、だからもう なんですかね、親がなんだろう、なんか10人兄弟の家庭を想像してほしいんだけど、はいはい、親がもうみんなで頑張ろうよっつって、でみんなに平等にご飯をあげてるわけ、はい、でそうすると必ず兄弟喧嘩が起こるじゃん。はいはいはい、はい、でどんな喧嘩が起こるかっていうと、えお兄ちゃん全然仕事しなかった、僕の方が仕事したから僕になんかもうお肉一枚ちょうだいよみたいな。なるほどなるほど。だから兄弟の中でも俺をもっと評価してくれって必ず出てくるわけじゃん。はい、それがもう国民っていうレベルで起こるわけですよ。なるほど。でそうするとあの国がどんな施策を取ったかっていうと、じゃあ頑張った人にはお金をあのこれぐらいあげますよっていう風にしてお金を作ってしまったわけ。お金っていうか、まあその評価制度としてのお金を作ってしまった点数みたいなもん。そう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 。なるほど。
で、それまあ、お金の成り立ちとはまた別のとこにあるんだけど、その評価っていうのとお金っていうのを一緒にしてしまったんで、なんでみんなお金を稼ぎたい、お金を稼ぐってことは評価されてることだし、そっかって言って今度はお金が目的になってしまったっていうのがまあ一つあると思いますね。なるほど。ただそのさっき言ったみたくそのお金のルールをみんな知らない人が多いんで、はい、だから僕もそうだと思ってたけど、僕はあの新卒が電通に入って、はいはいはい、電通に入ったらお金持ちになれると思ってたんですよ。はいはいはい。大企業に入ったら、僕も大企業に入ったらお金持ちになれると思ってたけど、はい、全然そんなことないんで。そうなんですか。そう。でもちろんその会社員の中では稼げる方だとは思うんだけど、お金を稼ぐルールの中ではもう負け組中の負け組なんで。そうですよね。そうですよねとか言ってもうなんか企業に入ってる時点で負け組だと思うんですけど、まあそういう考え方もあるよね。でもその負け組とか勝ち組かって 何で言うかっていうと、はいはい、お金のルールの中では、はい、あの負け組だっていう話で、はいはい、でもそれと幸せはまた別に違うんで。そうですね、確かに、まあ、負け組とか勝ち組はないです。そうそう、目的が達成してればそれでいい。アシダさんのオーラに圧倒されます。どうすればそういったオーラを出せますか。まあ、2つですね。1つは体をでかくしたらいいっていう、うん、もう1つは思考を鋭くしたらいいっていう、うん、まあ、その2つかもしれないですね。読書戦士さん、頭の回転を速くするにはどうすればいいでしょうか。まあ、これは人とコミュニケーションを取り続けるか、物事の仕組みを理解するっていうことですよね。例えば僕が今目の前に木が生えてるんですけど、はい、この木がなぜ生えたのかっていうその物事の仕組みを理解すると、あ、じゃあまずおしべとめしべがっていうところなのか、あ、種がっていうことになるのか、その仕組みを細分化すればまた違う事象に置き換えられるじゃないですか、はいはい、で世の中に起こってるものって結構共通点が多かったりするんですよ。例えば例えば大使だったら極真空手出身じゃない、はい、で極真空手で例えばパンチをするときに教わること、例えばどういうこと。パンチをするときに教わることは拳を握ることです。拳を握って、うん、場所を見てしっかり腰を入れてとか、うん、で例えばそのときに、はい、なんか力はずっと力み続けるとか。あ、そう、ないですね。ないじゃない、はい、で必ずヒットする瞬間だけに力をグッと一瞬だけ加えるとか、はい、なんかそういうのってゴルフも例えばそうだろうし、野球もどうせそうだろうし、どうせサッカーもどうせバスケもどうせそうなんですよ。つまりその世の中の仕組みって根本はほぼ一緒で、あ、でともすればビジネスも一緒で、ずっと力んでプレゼンテーションする人がいなくて、ここで決めるっていう一発のこの瞬間最大風速だけを最大にすればいいと、なんか成立したりするじゃないですか、はいはい、なんかそういった観点で頭の回転を速くするトレーニングっていうのはさっき言ったような、コミュニケーションを繰り返すっていうことと、あとは物事の仕組みを理解するっていうことさえしていれば、なんかすぐその回答だったりとか解決策ってのは出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。またも、読書星人さん、すごい読書してるでしょうか。私は過去にあった嫌なことを思い出し気持ちがモヤモヤします。こういうとこにならない方法はありますか。嫌な気持ちにならない方法、嫌な気持ち、そっか、まあ、過去の嫌な気持ちっていうのは、まあ、それが嫌だと思った瞬間嫌な気持ちを消すのはすごく難しいですけど、まあ僕がやってるのは嫌なことを何が嫌なのかっていうのをまず言葉にしますね。あ、うん、そしたらその言葉になれば、あとはそれをやらないようにすればいいだけなんで、例えば上司に嫌なことを言われた、お前全然仕事の成績悪いなって上司に言われました、はい、じゃあすごいイライラ多分すると思うんだけど、はい、何が現状かって言ったら上司のそばにいることが問題じゃない、はいはいはい、そしたら上司のそばからいなくなるっていう解決策を僕は取るんで、そしたら会社を辞めるなのか、
もう会社に行かなくなるのか、はい、もう上司をシカトし続けるのか分かんないですけど、うん、それを自分で責任を取って自分で解決したらいいんじゃないですかね。芦田さんが独立されたきっかけを教えてください。読書星人さん、まあ、これは、まあ、シンプルにお金を稼ごうと思ったっていうことなんですけど。え、そうなんですか。はい、今前に言ったなんかその上司と会いたくないからとかそういうことが原因だったと思ってました。え、なんかわざわざ企業に入って、うん、なんで人に媚び売って働かなきゃいけないんだみたいな、はいはいはい、はい、そういうとこがあって、なんだろう、人に所属する必要ないし自分でできるしっていうなんか自信もエナジーっていうエネルギーっていうのも強すぎて、うん、もう会社から爆発して出たっていうイメージがすごい強くて。いや、そうじゃない、違いますね。違ったんですね。要は独立しようが、はい、独立って言うけど、なんかその究極の独立ってないわけで、例えばもういいこんな会社辞めて自分一人で仕事しちゃうって言って、はい、でも自分一人で仕事やるって言ったら多分何やる。僕一回やろうと思ったのが、うん、インスタグラマーみたいになろうと、インスタグラマーやろうとするじゃん、はい、でもそれって独立したって言い張ってるけど、はい、でもそれフォロワーがいなかったら成り立たないわけ、はいはいはい、つまり結局人との関係の中で仕事をすることになるんで、はい、人がいらないから独立、人と付き合いたくないから独立するっていう考え方は僕は有効ではないと思うんですよ。ああ、そうです、うん、で僕が独立したのは単純に僕は独立する前何をしていたかっていうと無職だったんで、1年間ハリウッド俳優でしょ。そう、俳優をやりながらいろんな会社のコンサルをやりながら講演をやりながらっていろんなことをしてたんで、それを無償でやってたんで、うんうん、なんで無償でやっていたかっていうと、無償でやってた方がお金をどうしますかっていうその契約の問題にならないんで、その方が広がるスピードがすごく速いなって判断して、僕は無償でお金がなくなるまでやり続けるっていう戦略を取ったんですよ。実際お金なくなるまで本当にやったんですか。はい、でお金がなくなったからこれやばいなと思って法人を建てたっていう。なるほど。で僕は法人を建てたら借金できると思ってたんで、はい、あ、言ってましたね、会社作れば借金できるからって言ってた。でその金でまだビジネスをしていこうと思って、はい、っていうのが独立のきっかけですね。で、おそらく次の質問が今日最後になると思いますけども、日本の政治の問題点は何でしょうか。まあこの問題点っていうのも、まあさっき伝えた通りで、何を目的にするかによって問題点っていうのは大きく変わってくると思うんですけど、まあもし僕が日本の政治に足を踏み入れるとしたら、僕は大統領になります。大統領、大統領と今何制度なんですか。民主主義なんか違うんですか。要は日本の政治っていうのは政治家の人たちがみんなで決めましょうよっていう雰囲気を出してるじゃないですか。で僕は大統領制の方がいいと思うんですよ。その人が決められるってことですか。そう、へえ。だって例えば、いやこれ僕のすごく極めて個人的な感覚だけど、みんなにアンケートを取ってこうしようっていうことよりも、僕が絶対こうだからっていう方が正しいと思ってる。僕もそう思う。いちいちうるせえんだよって思う。そう。そんなに全員の言うことが聞いてられねえから、誰かがパッて決めてそれに従えばいいんだよって思う。そう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 。で誰に従うかっていうのを選挙すればいいっていう、なんかそういう大統領制にした方が僕はシンプルだし、僕はそっちの方が力を発揮できると思うんで。そうですね。なんか いちいち一つのことをなんかみんなで、じゃあこれはどうしましょう、これはどうしましょう、じゃあこの法律はどうしましょう、この法律はどうしましょうって言って、じゃあ誰がこれ決めたんだって言っても、結局誰も責任取らないって言って、そういう決議ばっかしてるんですよね。そう、責任もなんか誰だかんだと思いになっちゃうんで、だったらみんな僕を選んでくださいと。僕が全部決めますと。その代わり僕のやりたい通りの国になっちゃいます。でも僕は最高の国にします。でそれを信じてくれた人が投票して、当選した人が大統領になって、うん、っていうのもすごく面白いかなと思いますけど。確かに、そうですね。まあということで、だいぶ1時間ぐらいですかね。なんか寂しいな。まあだいぶ喋りましたけど、
まあちょっと今日の第1回の放送をの反省もですね踏まえて、ちょっと質問が多くて質問に回答するだけになってしまったりとかしたんで、なんかもっと面白い話とか、まあ今回の話もだいぶ面白かったですけど、なんかもっと仕上げていければなと思いました。ありがとうございました。アッシュレディオ。